好きで好きで仕方がない、そういったことを勉強したい、そういったことで思いに応えて何か専門分野で好きなことがやった、その専門分野が恐竜だったと、そういった学生さんが育ってくれたらいいのかな。岡山理科大学の平野博之学長らが記者会見を開いて発表しました。岡山理科大学は2014年に生物地球学科に恐竜などを研究するコースを設け、モンゴルのゴビ砂漠での発掘調査などを行っています。恐竜について学びたいという学生が増えていることなどから、専門で研究する学科を新設することを決め、先月21日文部科学省への設置届出が受理されました。恐竜学科では教員がこれまでの2倍、8人になるほか、より専門的な研究ができるということです。入学定員は45人です。それぞれの得意分野っていうのはあると思うんですね。で、それを見つける、それが見つけられる学生さん、それを見つけられる場所が恐竜学科になりたいなと。